アイテム番号 SCP-588JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-588JP の制作方法は財団のデータベース上に保管されています。専用のパスワードによる閲覧制限がかけられているため、閲覧を希望する職員は SCP-588JP 研究班に連絡してください。全国の SCP-588JP 及びその制作行為は発見し次第収容班に報告され、直ちに SCP-588JP の回収及び焼却が行われます。関係者に対しては十分なインタビューを行った上で、記憶処理を施し解放してください。SCP-588JP-1 の発生が確認された場合、SCP-588JP-1 を破壊した上で周辺住民への記憶処理及びカバーストーリーのルフを行ってください。説明 SCP-588JP は特殊な手順によって制作された月持ちです。口述する異常性を除き、通常の月持ちとの違いはありません。制作手順は一部儀式的な行為を含む非常に複雑なものであり、偶発的に制作されることはまずありませんが、財団が所在をつかめていない存在が制作方法を把握しており、他者に伝授する可能性があります。詳細は発見経緯を参照してください。SCP-588JP の特異性は、オブジェクトを接触した人物（以下）、接触者（閉じ）に発現します。変化された SCP-588JP は直ちに変形し、接触者の軌道を塞いで窒息させます。外科的な処置なしにこの現象を阻止することは非常に困難であり、多くの場合で死に至ります。死後、接触者の肉体は胴体を中心として膨張をはじめ、直径3メートル程度の球形に近い形状（以下）。SCP-588JP-1（閉じ）に変化します。SCP-588JP-1 は選択的な透過能力を持ちます。SCP-588JP-1 は、SCP-588JP-1 に対して能動的に干渉する、と明確に意図された行動及びそれに付随する現象以外からの影響を受けず、発生地点の地面から遠極上向きに移動を続けます。このため、通常 SCP-588JP-1 は屋根などを無視して移動を続けることになります。SCP-588JP-1 の強度は極端に低く、何らかの物体が触れた瞬間に破壊されることが確認されています。また、高度、メートルを超えた場合でも、突如として自壊します。いずれの場合においても、破壊された SCP-588JP-1 は内側から爆発し、同時に不明な光源に由来する様々な波長の可視光を周囲に発します。この際、SCP-588JP-1 の破片は、メートルと非常に広い範囲に飛散しますが、前述の透過能力により物理的被害は皆無です。それぞれの破片は数秒程度で消失するため、サンプルの回収は難航しています。SCP-588JP は、島で発見されました。発見当初、現地人の男性が SCP-588JP を接触しており、それを囲むように周囲に島民が座っていました。これを警官として潜入していたエージェントが発見し、その際に特異性が判明、収容に至りました。島民の証言から、蒸気は、島内で、年ほど前から行われてきた、神の国へ食べ物を送り届けるための儀式、であり、SCP-588JP の制作方法は、鶴なり様、とされる第三者から伝授されたことがわかっています。詳細はインタビューログを参照してください。対象、死。インタビュアーエージェント。不起、死は島民の中でも高齢であり、鶴なり様、に直接会ったことがあると主張しています。対象は、島特有の訛りのある日本語を使用していたため、インタビュー記録では標準語に書き直しています。それでは、インタビューを開始します。例の儀式について、詳しい話をお聞かせ願えませんか。この島で取り行っている賛美です。鶴なり様に食べ物をお送りするための儀式で、数年から数十年に一度だけ行います。鶴なり様とは？昔、島にいらっしゃったお方です。その時、島はとんでもない災害に見舞われていましてね。大勢の人が亡くなったんですが、そこにあのお方がお越しになり、奇跡で全てを解決してくださったのです。奇跡、ですか？ええ、立ち上がる、手を垂らしただけで島を飲み込むほどの大波を止め、
タイルをも掘り返す台風から村を守り。ああ、その話はまた今度にしましょう。その後、どうなったのですか？ああ、すみません。つい興奮してしまって。咳がない、一通り災害から立ち直って、鶴成様がお帰りになられることになった時の話なんですがね。我々は心からあのお方に感謝をして、いくつかお礼を渡した後、空にお帰りになるのを見送ったのです。そしたら、数日のうちにまた海が荒れ始めまして、今度こそダメなんやないかってみんな思ってたんですが、またあのお方が我々を救ってくださったのです。その時に、この島は呪われているから、私が見守ることにしよう。しかし、私と手腹が減っては力が得ない。君たちの協力が必要だ、とおっしゃられましてね。そこで、食べ物の送り方を教わったのです。それが、あの儀式ですか？食べ物とは人間のことですか？いえ、後のことです。この方法でしか神の国には送れないとおっしゃっていました。儀式で人が亡くなっているようですが、それについてはどう思っているのですか？名誉なことだと思っています。あなた方にはわからないでしょうが、我々は心からあのお方を敬愛しているのですよ。それに、確かに人らしいますが、それは大勢を守ることにつながります。死を喜ぶことはあっても恐れるなんてことはありませんね。ありがとうございました。インタビューを終了します。終了報告書島民全員に対して記憶処理を行ったため、島で儀式は行われていません。また、島周辺の気候は非常に安定しており、加えて地形の関係からインタビュー中で述べられたような津波は起こり得ないことが判明しています。財団は、鶴成様、なる存在の行方を追っていますが、発見には至っていません。ホイ D クラスを用いた SCP-588JP-1 の次回実験中、研究者の何人かが男性の笑い声が聞こえたと供述しました。音声記録には残っていなかったため詳細は不明ですが、財団は SCP-588JP に関連した事象であるとして調査を進めています。